空路堀と、これを第一回、本章寺フェスティバル主郎西座敷と、中庭本章寺は、愛知県安城市、野寺町にある新州大谷派の寺院。三号は、雲竜山、野寺五本坊とも呼ばれる。安城市南東部に位置し、周囲には、善章寺、草原寺、金華根寺などの寺院がある。上宮寺、正満寺と並んで、三河触れ頭三家寺として知られ。 戦国時代には、三河一向一揆の拠点となった。こうした経緯から、古老や土塁を備え、水豪に囲まれた城郭寺院となっている。また、書院は新蘭が止まった際に、天井裏まで雨漏りがしていたのに、部屋までは漏らなかったという伝承が残されており、雨漏り御殿と言われている。城郭関係書籍などでは、本省事情として言及されることもある。本省寺、 本省事情と表記されることもあるが、事後の表記は本省寺が正式である。地域は約3万3千平方メートルである。1206年頃、新蘭門友の喜び縁により改装。三河国の一向宗の参家、寺として、三州一向、双乱期には、東国壁海軍の寺村の本省寺と申すは、一向宗の小本寺にて、守護不入の道場。 当国三家事のその一家事なりと記載されている。1549年、三河一向一期では、上宮寺、昭満寺と並んで一期の拠点となった。三河物語にも、野寺の寺内、トロ、張崎、野寺、佐々木などとして登場する。一向一期は1564年の小川の戦いで、敗れ、当主の空受け商人は逃走したため、一時は廃寺となったが、 1663年までには、再興したとされている。江戸時代になると、徳川家綱の将軍就任に合わせて廃越。以降、江戸幕府と尾張徳川家の代替わりごとに廃謁を行っていたことから、他の参加、寺と同様に両家と密接な関係を持っていたことがわかる。2015年3月10日、本省寺境外が国史跡の指定を受けた。 安城市においては87年ぶり3件目の指定となる。2017年4月29日、地域住民らの主催により、第1回、本省寺フェスティバルが開催された。棺に入った参加者に住職が度胸する、農館体験、画学、太鼓演舞、歴史講演会、鉄道模型コーナーなど様々な催しが、本堂、境外、栗。 西座敷の4つの会場で行われた、重要文化財史跡愛知県指定有形文化財、安城市指定文化財、ありがとうございます。